皆さん、こんにちは。ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。フィリピン国家経済開発庁は、米の価格の高騰に対応するため価格上限を設定して在庫を減らすことを目指すと発表しました。これは年末までに十分な米の供給ができる状態であるにもかかわらず、一部の人々がエルニーニョの影響による米不足が懸念されるなどとして価格を操作している可能性があることへの対応です。通常の精白米の価格上限は 1kg あたり41ペソ、上質な精白米は 1kg あたり45ペソに設定されます。ただし、特別およびプレミアム米には価格上限がありません。政府が正しいのか、米販売業者が正しいのか、真実は分かりませんが、少なくとも米価格の上限設定により国民は恩恵を受けるでしょう。フィリピン政府によるジープニー近代化プログラムは2017年に導入され、これまでの伝統的なジープニーからより効率的で環境に優しい電動車両、またはユーロ4に準拠した車両に置き換えることを目指しています。しかし、このプログラムは多くのドライバーからの反発を受けています。近代的なジープニーは140万ペソ、約360万円から300万ペソ、約770万円の費用がかかるため、政府による経済支援が不十分だと主張しています。フィリピンに慣れ親しんだ人には、伝統的なジープニーが走っていないとフィリピンを感じることができないという方も多いかもしれませんね。願わくば伝統的なスタイルのまま見えない部分で近代化してほしいものです。海外に渡航するフィリピン人のために人身売買の蔓延を防止して市民を保護するために改定された侵害ドラインですが、正式に停止の判断となりました。侵害ドラインはフィリピン人の海外渡航者に対して、宿泊証明、経済的能力、または雇用の証拠、旅行のスポンサーとの関係を証明する文書など追加文書を提出することを求めており、これらがプライバシーの権利を侵害するとして非難されていました。侵害ドラインによる空港職員の汚職なども懸念されていただけに、侵害ドラインの停止は良いニュースと言えそうです。現在応募を行っているザ・ミス・フィリピンコンテストは、他のコンテストとは異なる独自のフォーマットを導入しています。水着のコンペティションを廃止し、カンヌ映画祭のようなレッドカーペットを取り入れることが予定されています。また候補者はテッドトークスのようなスピーチを行い、フィリピンを世界に紹介することに焦点を当てます。なお、応募条件は子供のいる母親やすでに結婚している女性も歓迎されており、ページェントの夢を諦める必要はありません。水着のコンペティションがなくなってしまうのは男性にとってはとても残念なお知らせです。ぜひ見直しを図っていただきたいものです。皆さん、バーマンスのことを知っていますか？9月から12月を英語で書くとセプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバーですが、最後がバーで終わる月になっているため、この期間をバーマンスと言います。バーマンスはフィリピンではクリスマスシーズンに入ったことを意味しますので、9月からクリスマスに向けた準備が始まります。各所でクリスマスツリーが飾られたり、ショッピングモールでクリスマスソングが流れたり、準備のためのクリスマス用品が販売され始めます。それではフィリピン人は9月1日にメリークリスマスと挨拶をしたり、メッセージを送り合ったりするのでしょうか？実はフィリピン人でもメリークリスマスとメッセージを送る人もいれば送らない人もいるので、どちらが正解というものはありません。つまり、送るのが正しい、送らないのが正しいなどと議論するのはナンセンスなのです。9月1日にはハッピーバーマンスなどとメッセージを送って、クリスマスの計画をお互いに話し合ったり、冗談を言い合ったりして話題作りのきっかけにするフィリピン人が多いです。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。